はい、どうも夜です。今回もドラゴンクエストタクトをプレイしていきましょう。前回は2章1話、移動力を活かせをクリアしたところで動画を終わりにしました。今回は2章2話を進めようとも思ったんですが、今期間限定でこちらのドラゴンクエスト3とのコラボイベントをやってるので、こちらを先にプレイしたいと思います。ノーマル1章1話新たな世界。起きるの夜。おはようなの夜、もう朝なの夜。起きたみたいだね。よかった。ここは一体どこだろう。わからないの。近くに酒場と大きなお城がある町があるから行ってみるの。まずは情報を集めないとね。行ってみよう。いきなり戦いが始まったな。モンスターをタッチすると配置を変更できます。配置は、はい、戦闘開始。鉄鋼魔人はとりあえず移動させて、遠くから攻撃ができる閃光月で攻撃しましょう。鉄鋼魔人で大ガラスを閃光月で攻撃。おら、ベビーパンサーの攻撃が届かないから、とりあえず前の方に移動を待機させます。スライムナイトはスライムに、普通に攻撃。なんか2章1話のモンスターたちより強いような気がするな。一撃じゃ倒せないもんな。右側のスライムにメラを当てたいので1個移動させてメラ。いや、まだ死なないな。やっぱり強いな。次、鉄鋼魔人で左側のスライムに攻撃。ベビーパンサーの移動力を活かして大ガラスの横に移動、そして攻撃と。あ、ミス。お、スライム強。なんでこんな強いの。イベントのストーリーで出てくるスライムは強いの。とりあえずこれで倒せるので、よし、倒した。あぶねえ。ドラキーの攻撃でスライム2体目も倒せましたね。スライムにもう一回攻撃されてたら死んでたな。攻撃が届きませんね。待機。次、ベビーパンサーで後ろに回り込んでおいて攻撃。まだ倒せないな。スライムナイトも移動。スライムナイトの攻撃も届かないな。で、ドラキーで敵のドラキーに対してのメラは威力が半減してしまいますが、他に攻撃方法がないのでとりあえずメラ。4、全然効かないじゃん。うわ、強いな。さすがにこのターンで終わるね。普通に攻撃で倒せました。危なかった、死ぬかと思った。へえ、ここにも魔物はいるんだね。なんとか町につけてよかった。キャー、魔物、酒場に応援を呼びに行かなきゃ。
違うの。私たちは悪い魔物じゃないの。そうだ。僕たちは夜と一緒に旅をしているんだ。人間と魔物が旅ですって？そんな珍しいこともあるのね。ちょっと怖いけど、夜さんの穏やかな雰囲気を見ると大丈夫そうね。私の名前はルイーダ。事情も気になるし、私の酒場で少しお話ししない？酒場？行ってみたいの。酒場ならこの世界の情報もあるかも。寄ってみようか。お、大ガラスが仲間になりましたね。大ガラスもいいんだけど、スライムを仲間にしたいんですけど。はい、ドラクエ3とのコラボイベント1章1話新たな世界をクリアしました。今のところ話の続きが読めないですね。次回はドラクエ3のコラボイベント1章2話ルイーダの酒場をプレイしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。